源のためとも、源のためとも、源のためとも、旧時代、ためともは、平安時代末期の武将、源のため義の八を、母は、摂津国江口、現、大阪市東淀川区、江口の遊女、源の頼朝、吉常兄弟のおじにあたる。身長2メートルを超える巨体の上、希将が、荒く、また片弓の使い手で、豪遊無双を打われた。 生まれつき乱暴者で、父のためよしに持て余され、九州に追放されたが手下を集めて暴れ回り、一帯を制覇して、鎮税八郎を名乗る。方言の乱では、父と共に、ストック上高型に参加し、高級と特製の太屋で大奮戦するが破れ、伊豆大島へ流される。しかし、そこでも国史に従わず、大暴れして、伊豆諸島を事実上支配したので、追悼を受け違いした。 区間賞にはたと友が兄の寄り方と共に奮戦したとあり、あずま鏡にも戦場でいられた大岳景吉がため朝のことを無双の弓矢の達者だというくだりがあり、当時から世に聞こえた強路の武者であったことは確かである。伊香本校では方言物語の記すところに従ってたと友の生涯をたどる。は身長七尺ほど二メートル十センチメートルの 大男で、目の隅が切れ上がり要望かい、また、高級の使い手で、前に出して、弓を支える左腕が、後で弦を引く右腕よりも四寸、十二センチメートルも、長いという、弓を引くために生まれたような体つきをしていた。勇猛で兄たちにも傍若無人であった。十三歳の時、乱暴が過ぎて、父のためよしに感動され、九州に追放される。 終わりゴンモリア園が貢献となって、文語国に住んでいたが、肥後国阿蘇軍の平忠国の子となる、薩摩国阿多軍の誤りとの説もある。この場合、平忠国は、薩摩兵士の平忠陰。その後、自ら鎮税総追武士を称して暴れ回り、菊池市、原田氏など九州の豪族たちと数十回の合戦や、城攻めを繰り返し、三年のうちに九州を平らげてしまった。 歌グーの新人が、ため朝の老跡を朝廷に訴え出たため、旧次元年、1154年に出頭の戦時が出されてしまう。ためともはこれに従わなかったが、翌92年、1155年に、父が開館されてしまった。これを聞いてためともは起参することにし、九州の者二28機を率いて上落した。翌方、もともと年。 1156年、賭法王が崩御すると、自転の君の座をめぐって対立していた、ストック上皇と小白川天皇の衝突は避けられない、情勢になっていた。双方が名だたる武士を、それぞれの陣営に招く中、ため友の父、ため義は、上皇方の大将として招かれる。老齢を理由に再三これを実したものの、遂には承諾させられ。 ためともら六人の子を引き連れて、ストック上皇の御所白川北殿に参上した。一方、ためよしの着難で関東を地盤としていたよしともは、多くの東国武士と共に天皇方へ参じた。ためともは三尺五寸の太刀を指し、五人割の号泣を持って西河原路面の門を守った。七月十一日、軍議が開かれ、ためともは九州で、 多くの合戦をしましたが、幼稚に勝るものはありません。直ちに、高松殿、天皇方の本営へ攻め寄せ、火を放てば容易に勝てましょう。兄の義友が出てくれば私が与党しますし、清盛などは敵にもなりません。逃げ出してくる、お上の蛾の妊婦をい散らして、お上をお連れすれば、よろしいといううちを検索するが、左大臣、藤原頼長は、乱暴なことを言うな。 夜打ちなどは武士同士の視線ですることだ。お上と上皇の国をめぐる戦いである。幸福寺の総兵の到着を待って決戦するべしと、り溶けてしまった。ためともは、兄の義もは必ず夜打ちを仕掛けてくるだろうと、予見して、悔しがった。その夜、ためともの予見通りに、天皇方が白川北殿に夜打ちをかけてきた。 タメトをなだめるために急ぎ字目を行い蔵人に、任じるが、タメ友は、元の鎮税八郎で結構と跳ねつけた。平の清盛の軍勢が、タメ朝の守る西門に攻めてきた。清盛の老党、伊藤景綱とその子、忠景、忠直が名乗りを上げるとタメ友は、清盛ですら、物足りないのに、お前らなぞ相手にならん、尻ぞけという。月綱が、 デルオの矢を受けてみよと矢を放つ。ためともは物ともせず、物足りない敵だが、根性の面目にせよと、先が七寸五分もある、のみに、矢軸をつけたような、太矢をいかけ、矢は、ただなおの体を貫き、後ろの中世の鎧の袖に突き刺さった。中世は矢を清盛のもとに持ち帰って報告し、清盛たちは驚愕しておじけづいてしまう。清盛は部署を変えて北門へ向かうが、 百男の平野重盛が口惜しいことだと挑もうとして、清盛が慌てて止めさせた。河野者の伊賀国の住人、山田惚之は矢一本で引き抜くのは、悔しいと思い、進み出て、名乗りを上げていかけるが、一の矢を損じ、二の矢をつがいるところを、溜め朝に言い落とされてしまった。清盛に代わって、兄の義友の手勢が攻め寄せ、老頭の鎌田正明が進みで名乗りを上げた。 ためともは、主人の前から立ち去れと言い返すが、聖清は、主人ではあったが、今は異直の京都というややを放ち、ためともの兜に当たる。これに、ため朝は激怒して、お前なぞやの無駄だ。手打ちにしてくれると鎮税の強者二十八期を率いて、切り込みをかけ、聖清は叶わずと逃げ出し、これほどの敵にはあったことがございませんと義友に、報告した。義友は、馬上の技は、 万道武者の方が上であると万道武者に百鬼を引いて攻めかかり乱戦となった。吉友は勅命である退散せよと大声を上げるが、ため友はこちらは院前をお受けしていると言い返した。吉友は兄に弓を引けば神仏の加護を失うぞというと、ため友はでは父、ため吉に弓を引くことはどうなのかと言い返し、吉友は言葉に急してしまった。 再び乱戦になり、武勢のため朝は一旦門内に兵を引くが、吉友勢は追撃にかかる。吉友の姿を確認したため朝は、言おうとするが、よもや父と兄とに密計があるかもしれんと、思いとどまった。接戦となると、武勢のため朝は不利であり、大将の吉友を威嚇して退かせようと考えた。狙い誤らず、ため友の矢は、吉友の兜の星を生削ずる。 義友は、聞きを読んでいたが、やはり乱暴な奴だというや、ため友は、お許しいただければ、二の矢を、お見舞いしましょう。どこぞなりと当ててみせます、と言って、矢をつがえる。とっさに、深澄義国が間に割って入り、ため友はこれを射殺した。大場影義、し、影近の兄弟が挑みかかるが、ため友はミニとかぶら矢を放ち、影義の左の膝を砕き、 影近は落馬した兄を助け上げて逃げ帰った。後に、源の頼朝に仕えて御家人になった影吉は、主演でこの合戦について、ため友は無双の弓矢の達者だが、身の丈よりも大きい弓を使い馬上での扱いになれずに狙いを誤ったのだろうと語っている。吉友の坂東武者とため友の鎮西武者との間で、火が出るほどの戦いが繰り返されたが、 ためともの十八機のうち二十三機が、打ち死にしてしまった。一方、坂道武者も五十三機が撃たれている。他の門でも激戦が続き、勝敗は容易に決しなかった。義友は代理列車を送り、日攻めの直挙を求め、後白河天皇はこれを許した。火がかけられ風に煽られて、白河北殿はたちまち炎上。ストック後方は大混乱に陥り、 上皇と藤原頼長は脱出。ためよし、寄方、ためともら武士たちも、おのおの落ちた。ためよしは息子たちと共に、東国での再強を図るが、老体であり気弱になり、出家して降伏することに決めた。よしともが、勲功に変えても、父や弟たちを助けるだろうとためよしは、希望を持つが、ためともは、反対して、あくまでの東国へ落ちることを主張する。 結局、ためよしは出頭して降伏する。しかし、ためよしは許されず、息子たちも捕らえられ、直命により、よしともによって斬首されてしまった。ためともは、逃亡を続けおみ国坂田、滋賀県坂田郡の地に隠れた。病にかかり、当時をしていたところ、密告がありゆやで、沢渡たり主の手勢に囲まれ、真っ裸であり、抵抗もできず、捕らえられた。 経営護送された時には、名高い勇者を一目見ようと群衆が集まり、天皇までが見物に行行した。すでに戦後処理も一段落しており、ためともは武勇を惜しまれて除名され、8月26日に肘を外し自慢の弓を射ることができないようにされてから、伊豆大島に流刑となった。やがて、傷がイエソの号泣の技が戻ると再び暴れ始め、 島の大官のサブロ大部、忠重のの婿となり、伊豆諸島を従え年貢も出さなくなった。伊豆諸島を所領とする、伊豆助、工藤重光を恐れた忠重は密かに年貢を治めるが、それを知ったため朝は激怒し、忠重の左右の手の指を三本切ってしまう。伊豆大島に流されてから十年後の永万元年、1百六十五年は、鬼の子孫で大男ばかりが住む鬼ヶ島に渡り、 島を足島と名付け、大男を一人連れ帰った。ためともはこの島を加えた伊豆七島を支配する。かを二年、千百七十年、工藤重光は上落して、ためともの乱暴老石を訴え、討伐の因前が下った。同年四月、重光は伊東市、北条市、宇佐見市ら五百余、木、二十層で攻め寄せた。ためともは抵抗しても無駄であろうと悟り、 島で生まれた9歳になる我が子、ためよりを刺し殺した。自害しようと思うが、せめて一死だけでもと思い、300人ほどが乗る軍船に向けて、得意の号泣を追いかけ、見事に命中し、船はたちまち沈んでしまった。館に帰り、方言の戦では、矢一つで二人を殺し、家王の今は一死で多くの者のを殺したかと呟き、 南無阿弥陀仏を唱えると柱を背に腹を切って自害した。去年三十二、追悼軍は、ためあを恐れて、なかなか上陸しなかったが、加藤慶伝が、すでに自害していると見極めなぎなたをもって、ためともの首をはねた。没年は、自称元年、1177年とも言われる、尊卑文脈。伊豆大島では、今でもためともが親しまれており、 ためともの石踏みも建てられている。島の女性と結婚して移り住んできた、本土出身の男性を、ためともの豪遊ぶりにあやかって、ためともさんと呼ぶのもその名である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。